シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくロケはおにゃんこポンアルファ使ってくってやつで。さあ、というわけで今回はおにゃんこポンアルファの友情コンボと SS がめちゃ強いからブロックないけどもコンプレックスをぶっ飛ばしていきたいと思うぜ。まあ、友情コンボ通るし、SS でコンプレックスを楽にワンパンしてやると、やつ、厳選こんな感じ。過激と仮面劇つけて、熱き劇の力をつけているぜ。で、今回、スイッチ揃えると、熱き有益の力がある状態と、パワーモードが発動しているときは、なんとクロス爆撃が通ると。ゆっくりがあった場合は、パワーモードがあって、スイッチ揃えていると、主友情も通る。非属性のやつが。さあ、というわけで早速、見せていこう。行ってこーい。あ、ごめん。誰かゆっくり出てた。わかりづら。まあまあまあ。なくても、しっかり通ってくれると。で、次のやつでまた行って、やってみよう。またゆっくり出てんだけど。もう仕方ないわ。おい。え、次でやるから。また出てる。もういいよいいよ、仕方ない。あ、ほらこれこんな感じで通ってくれると。おいこれやばくない？これはマジやばいでしょ、本当に。それで次同じようにやっていくと、おい、まあまあマジかよ。まあ次あるから、次で。これ撃ってしまうとパワーモードが終わるから早めに攻めなきゃならねえ。で、これで、ほらやばくない？本当に。まあ、こういうことができると、それでどうしようかな。ここ結構鬱陶しいけど、一応まあ SS 貯めとくか。OK。まあ、とは言っても、1段階目でボス楽にワンパンできるから、全然いらないんだけど。さあ、次ちょっと揃えていきますか。下に降りていって、下くぐっていけるかな。まあ、やっぱ難しい。まあ、いいでしょう。というか、今思ったけど、このステージも中ボスだよな。だったら、全然、SS 打って突破していいわ。それで、じゃあ 2P で突破してみようか。そうして、4P で次のステージを突破して、1P で SS 打って、コンプレックスをワンパン。これでいこうか。OK。じゃあ、次 SS を打っていこう。いや、マジでこれ強いな、本当に。右から行こうか。いや、普通に立てていけるな。行ってこい。このパワーどう？普通に1000万。1段階目で超 SS 弾子がいっぱいすぐ出るのに。さあ、これで今雑魚敵とか倒してダメージも与えておく。うわっ、怖い、嘘、あれそんなに出る？危な、よかった、 4P 溜まってる。じゃあこれでもう撃って終わり。あ、なんかハート湧いてる。まあメダル使ったから湧くんだけど。じゃああれ取る？一応取ろうか。行ってこーい。はい、オッケー。いや、これはやばいでしょ、本当に。火力が半端ない。まあ、最初の殴る時もまあここに倍率書いてあると思うけど、すごい上がってんのよ、威力がドーンって。まあ、クエストによってはワンパンできたりもするし、まあ、恐ろしい性能をもらっているよな。友情コンボも SS もやばい。そんな感じ。さあ、というわけで、最初になんか変な、挑戦系見せたけども、やっぱ、なかなかいい感じ。こっからは、友情コンボを見ていくぜ。やばいね、本当に。このクロスバッケンが、まあ、パワーオーラもあって、結構ダメージ入る。で、まあ、ゆうくりもあったりすると、
まあ、さっきのコンプレックスでもそうだけども、やっぱ高難易度のギミックを無視して雑魚とかにもダメージが入る場合があると、まあ別にゆっくりなくても入ったりする場合もあると思うんだけど、まあそういうところは結構恐ろしいかなと。さ、まあ一応殴りも入れつつやっていこう。いや、いいね。これ結構爆撃好きで、なぜかというと、まあ背徳ピストルズが持ってるからなんだけど、コンプレックスで言うと、ゆっくり出ないと、通らなかったわけで、パワーオーラないから。なんかもう、なんか、いいもんもらいすぎでしょ、この人。オッケー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 。あ、ごめん。背徳ピストルズクロスじゃないな。クロスではない。普通の爆撃だわ。ごめん。まあ、威力は一緒。うぅぅぅぅ。さあ、ボス戦やっていこうぜ。で、まあ普通に拾っていって、まあ、殴りも入れて一掃する。あ、一瞬完璧。 OK、 やばいね。さ、ということで、次も殴りを入れつつボコス。 OK、 まあ殴りも超マニスイーパーエムとパワーオーラがあるときはまあ結構出せる。けどやっぱそれ失うと、殴りでは戦っていけないよねっていうところある。超バラでもないし。あら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 あれあれ、なんか全然今友情入らなかった。ごめん。じゃあ、SS を使って終わらせるか。行ってこーい。はい、オッケー。あー、次どこで使おうかな。なんか変なとこで使いたいな。まあ、ちょっと探してきますわ。さあ、というわけで、この前テキーラでぶっ壊したこのなんだっけ、ゲリナンドだったっけ。ゲリナンド、おお、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ。ゲリナンドやって、ゲルナンドやっていくね。でこれ優勝コンボが入るね。これこんな感じなんですわ。まあこういうことが今後起こったら怖いねっていうのがあるよな。はい、オッケー。まあ無属性のね、攻撃力の友情コンボに、まあ、パワーオーラは、パワーモードか、ごめん、パワーモードは強いわ本当に。さ、これでアイボスも一瞬やばいね本当に。それで、最後、まあ、ボス1でボスもぶっ飛ばしていくぜ。おい、ゆっくりゆっくり。なくても全然大丈夫と思うけども、こんな一瞬やばいな本当に。いや、このゆっくりは本当恐ろしいよ。まあ、3倍になるわけだから相当な威力出る。まあ、また来たし、当たるか。はい、オッケー。まあ、友情コンボを発動させるために仲間に当たるし、超 SS3 短縮もたまるし、それもいいよね、ほんと。さあ、打とう。行ってこーい。はい。ということで、今2段階目打ったら多分ワンパンでないわ。倒しきってたかもしれんな。だから、このワンパンミスった可能性がある。まあそういうなっているぜ、オッケー。次の中で会おうぜ。あばよ。お試し、あれ。いいからそこに並べ、俺が焼き寄せてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。